ターボーカルの花です。ベースの F チョッパーコアです。ギターの友蔵です。キーボードのレオレオナです。ドラムのゆりです。マイクパフォーマーのアンジェリーナ3分の1です。はい、ガチャリックスピンはなんと3月11日に、ニューアルバムゴールドダッシュをリリース。このアルバムどんなアルバムになってますか？はい、今のこの最強のメンバーでしか出せない音を詰め込みました。最高のアルバムになりました。ぜひ聴いてください。はい、ガチャリックスピンはですね、去年の10月に10周年を迎えたんですけど、そのタイミングでずっとドラムボーカルで歌ってた花がフロントに出てきてギターボーカルになって、はい、じゃあ誰がドラムをやるのかって言ってそこに入ってきたのがドラムのゆり、うん、そしてもう一人新しいメンバー、マイクパフォーマーのアンジェリーナ3分の1が入ってきたわけなんです。でね、元からいるメンバーベースのチョッパーとキーボードのレオとギターの友蔵、この6人から今新しいガチャリックスピンとなりました。今回のアルバムはですね、パラスポーツパラアスリート応援するプロジェクトに私たち参加することになりまして、なので1個で応援ソングっていうのをテーマに1枚ねアルバムを作っていったので、絶対皆さんがねこう元気になれるようなアルバムになっていると思うので、ぜひチェックしてください。そしてこのアルバムを引っ提げて今ね47都道府県の全国ツアーも回っております。アンジー、どんな、ライブにしていきましょう？もうね、本当にね、日本中にガチャリックスピンを浸透させるために全力で一本一本47色のライブをするので、ぜひお越しください。はい、ということでね、アルバムいっぱい聴いて生のガチャリックスピンのライブに遊びに来てください。以上、ガチャリックスピンでした。バイバーイ。